はい。大はピュアラブです。小倉美咲さんの事件は、変態。小児性愛者によるものでは、ないです。小倉美咲さんの事件で、事件説を言っている人の多くは、変態。 小児性愛者が突発的にやったものだと言っています。しかし、これは全く違います。今回の事件は、小倉美咲さんたちの行動をある程度把握していて、小倉美咲さんを 瞬時に連れ去り、事件後の組織的なネット工作、メディア工作を行っていることからも、組織ぐるみの犯行であることは明らかです。今回の事件では、自己説に誘導する組織的なネット工作や、 メディア工作が行われたり、警察を事故として動かしていたりしていたことなどからも、組織的なネット工作、警察をも動かせる機関によるものだということです。そこいらの変態、小児性愛者に、 そんなことは不可能です。えー、またね、その、占い師の人なんかがね、地主がやったみたいなことを言ってる人がいるけど、それも無理ですね。うん。あの、地主一人がね、そんな警察とか、えー、その国家権力及びマスメディアを動かすっていうことはできないですよ。うん。 えー、先ほども言ったように、これはね、もう国家権力を上回る組織。えー、そこが関与しているわけですよ。うん。えー、警察及びマスメディア。えー、そして、えー、この5ちゃんとか2ちゃんとかね、または YouTube の、えー、配信者とか、まあそういった、えー、ネット、全般ね、ネット工作を行える。そういうような本当に巨大な機関ですね。 うんまあ、ここが行ったということです、えー。またね、追ってこのことは伝えていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。